日本鹿児島県日置市移住院町麦、陸大移住院町麦生田は、鹿児島県日置市の大技。旧薩摩国日置郡移住院郷麦湯田村、日置軍へ移住院村、大技麦、生田、日置郡移住院町大技麦生田。郵便番号は899-2513。人口は2006人、世帯数は834世帯。日置市の東部。 神の川上流域に位置している。麻生駅の北方には、日置市十住院町上、神殿、南方には、日置市十住院町、清藤、南方から東方にかけては、移住院町、土橋、西方には、日置市十住院町下神殿、移住院町群、東方には、日置市十住院町、中川、鹿児島市有や田町にそれぞれ接している。麻生駅の中央部を東西に、 国道三号が通り、東部にある麦幾多東交差点から、北東方向に、鹿児島県道四十号移住院かも溝辺線、中部にある麦幾多交差点からは、南西方向に、鹿児島県道三十七号移住院日吉線が分岐している。また、県道四十号と県道三十七号に並行して、神の川が流れており、集落も県道沿いに多く所在しているほか、南部には、 津地が丘団地がある。旧家移住院村における麦幾多の一麦幾多という地名は戦国時代より見える地名で薩摩国移住院のうちであった。英章11年の移住院諏訪斎霊番町に麦幾多という記述があるのが地名の所見とされている。鎌倉時代頃には移住院の軍事であった騎士の他に最初氏の勢力下にあったが南北朝時代には 移住院士の寮下となっていた。江戸時代には、薩摩国費沖軍移住院座とのうちであり、村高は、天明8年には724国余り、天保豪町には924国余り、急行休業取調部町には686国余りであったと記されている。1889年4月1日に、町村制が施行されたのに伴い、 伊集院里の北部にあたる名は白川村、野田村、神の川村、宮田村、寺脇村,村、上神殿村、下神殿村、竹村、桑畑竹村、麦生田村、優也、田村の区域より、日置軍へ伊集院村が成立した。麦生田村は、下伊集院村の大技、麦生田となった。1956年9月30日には、 同日に官報に掲載された、町村の配置文号により下伊集院村が解体分割されることとなり、大技有明田、大技学が、日置郡,郡,郡山町、大技、縄城川、大技宮田、大技神の川が、日置郡東一木町、大技神の川が、日置郡日吉町にそれぞれ編入され、 その他の海獣委員村の区域及び及び移住委員長の全域を廃止新たに移住委員長が設置された。大和無儀菊田の区域は移住委員長に編入され移住委員長の大技となった。2005年5月1日に移住委員長が日置郡吹上町、東市木町、日吉町と合併し、日置市が成立した。この合併に先立って設置された。 法定合併協議会である、日沖中央合併協議会において、大あざ名については、字の区域は、現行通りとし、現行の字の名称の前に、当該字の属する合併前の町の名称を付し、字の名称を変更する、と協定された。合併日の2005年5月1日に、鹿児島県の告示である、字の名称の変更が、鹿児島県広報に掲載された。 この告示の規定に基づき即日大技の名称変更が行われ、大技名が麦幾田から日置市の大技移住委員長麦幾田に解消された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である移住委員北郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。